めっちゃエレキの構造気になる。まっすぐみんな来てる、みんな来てる危なかったクルーメイト。確かにちょっとね、人外、藤宮君が人外だったら人外っぽいトークをしちゃったなと思ったけど、正そうと思っただけだからね。命のボタンね。ゲンアルシロです。これめ、そうね、名言を武器こら辺で見てるから無理。メタかタケオラって無理、届かないな。無理無理無理、絶対無理、絶対無理。メタかタケオラある名言プテナナフジか、うん、僕はメインターンを脇、エレキ勝ちで終わりです。エレキの構造言える？なんだっけな、そんなに手間取らなかったからまっすぐかな。ちょっとごめん、あんま覚えてないわ。セキュリティターン脇、ラジオ助かってます。貨物ターン脇金庫がちょうど終わりました。貨物ターン脇金庫、金庫終わったの早いな。あーでもまあ終わる、いや終わるんじゃない。そうね、ダウンロード半分ぐらいまでいっちゃうから。え、ちなみにさ、僕構造覚えてないんだけど、エレキの勝ちはちょうど終わった。まあそんなもんだと思うよ。俺もキッチン脇武器庫でコミュニケーションダウンロードを一定だから。いやでも本当に手間取らなかったから多分あの 一本道ですね。エンジン縮小脇っていないんだっけこれ。まあ縮小脇が多分ハイブリさんか。エンジン脇はいない。コックピットが僕だからエンジンはいないと思う。うん。まあメインターン脇プテ、コックタン脇中野くん、セキュタン脇俺、あとは？あ、ぼ、あ、まあいいか。わ脇あんまね関係ない、うん、脇よりも最後に白が出る人間が浮いてるのがミーティングに今行ける人、そう探せばいいですよね。それはゲンアルメイが左側の無理だよ、武器こら辺にいて、で高梅竹浦が、うん、まあどこにいるか知らないけど白で、貨物なんだ、貨物、まあ、全身刺さって、ね、4人で、え、藤宮って貨物、いや、そう3脇で爆速で金庫行ってるから多分誰もあってはいない、それは合わない、ね、あでも結構すごいね。いや、そう、人外だったら、ちょっと評価しちゃったんだ、うん、まあプテナナって言ってほしいけどね。プテナナ、その美白を評価して、いや、あの美白で言うと、美白で言うと俺今あの結構早めにセキュリティ玉脇って言ったけど、これ事故ってたらその時点であの、まあ、アウトになるから、そうね、無理じゃない。そうだから脇1の実装の場合は俺奈良子が1位なんだよな、俺正直、うん、僕はエレキの構造が当たってるんだったらプテさんが1位になる。当たってたらね、当たってたらね、当たってたら答えられなかったから、答えられなかったからね。まっすぐじゃない、まっすぐは自信ないの。いや、あるある。いや8割ぐらいは単釣りです。釣らないと。まあ一応ね、ちょっと見てみて、まあ一応3択、多分一応3択だから、まっすぐじゃなかったら問答無用だから、まっすぐ解決しろ。めっちゃエレキの構造気になる。まっすぐみんな来てる、みんな来てる、まっすぐだ、みんな来てるよ、まっすぐだね、よかったね、ブテ君。どうだった？まあ、まっすぐではあるけど、まっすぐではある。よかったよかったよかった。信じられないまっすぐだったな。なんでなんでなんで？まっすぐだった今。まっすぐまっすぐだったけど、なんかな、八五の開き方覚えそうだなって思ったぐらい。ま、マジで考えてなかったんだ。まさかエレキの構造で自分が白になれるかもしれないなんて思いながら生きてないもん。まあまああるやろ。生きてなかったからそんな風には。そうそう、俺も高田さんと同じで、七子さんの場合だったら脇をまあ開幕偽装してることになるから、だから俺エンジン脇を確認したのね、エンジン縮小、はいはい、っていう理由で、まあそれより前にやったっていうのも、一応藤宮もそうなんだよね。俺たち4人まあ結構最後に言ったからしか言ってないから、全員が印刷脇とは言ってないんだよね。まあそんな七藤にさ若干の白要素があるんだったらもう、いや待てエレキの構造、待て、プテにビクロあるの、ビクロ、ビビルだったらビクロある、後ろの二人に対してビクロ、そうそう、本当に言葉使わねえ、ビビルだったら脇は言えるけど、エレキの構造はイビルでも見れませんよ。
僕が一番白いでしょ。いい返しだな。言うて言えてなかったよ。いやいや言ってたや。待ってたや。ちょっと待って。甘さ感もあるんだよ。待って待って。例えば藤宮がイビルだとしたら絶対貨物とは言わないと思うんだよね。それはそうね。まあそっか。金庫もね、貨物実際4人いたんですか。貨物3人ぐらい最後に。3人いたら金庫なんて絶対行っちゃダメやん。まあまあまあわかるわ。でも正直ね、僕もまあ自分が死んでローラー1人持ってっていいよって言われたら奈々子さんにする。ああ、いやいや、むずいね。するなら単ずりで一旦待ちだと思うけどね。するならね。いや、藤宮が一番白いと思うわ、やっぱ、うん。なんか、バイタル脇がさ、バイタル脇って何人なんでしたっけ？ 4人でしょ。だから脇を見てたとしても、貨物は言えないだろうし、最後の位置を見てても貨物は言えないだろうし。さっきのターン、ラストにエレキかキッチンにいる人っていないの？キッチンはアルマとかがいいんじゃない？ああ今の、ああ、僕は武器庫ダウンロードを最後まで。僕がインポスターの場合は789が当てずっぽうだった場合はもうこのターンを見上げたんだと思ってほしいし、まあ、まあ、確かにそうね。確かに、まあお土産は絶対、でも2キロ起きてプテが浮いてたら、プテ7浮いてたら多分俺はねプテに行っちゃうから、で単純が、まあ、構造合ってるのに。いやまあそれを即答できてたら評価できたんだけどね。いや即答してないけど合ってた方が評価できるでしょ。そうだってさ、自信満々に言ってないんだよ。逆に白でも釣られてほしいまであったと思う。まあそうです、うん、まあおもろくはあるか。しぶとい、しぶといな。おお、あのせっかくもらい受けた命なんでめちゃくちゃ有効に使いたいなと思ってるんですけど、1回目の3票とさっきの4票全部聞きたいわ。1回目は俺スキップ入れてて、1回目はプテに入れてて、2回目は入れてない。1回目が梅富士タカかな、梅富士タカで、2回目俺スキップ、俺もスキップ2回目が入れてる。投票2回目投票、2回目投票、富士宮名や竹尾奈々、これ2回目の人外が多いと思う。どう、なんで、え、だってさ、あんだけ疑われてたらさ、もうつられない、俺視点7、藤宮、プテのなんか3択になってんだなっていう認識から、うん、宮ちゃんのビシロが上がってきたんで、うん、じゃあ俺がつられるぐらいだったらプテがつられた方がいい、わかるわかる、入れる、はい、るよ。あとは、まあ、7、藤を、いや俺は2回目入れてるよ。あとは、え、逆に俺1回目に入れた人間の方が黒いと思うけどな。ああそうね。いや、そうなんだっけ。だって、話を、あんだけの話をして、釣られないで、梅たか。あ、1回目はエレキの構造が確定してなかったから、僕は入れなかった。でも、そう、まあ、2回目はエレキの構造確定したけど、でもその上で、7個藤宮の白要素を拾って、ジャプテ3かなと思って入れた。うん、こんだけ疑われてるんだったら藤宮が言ってたけど、2キル起きた時にプテが釣られる。いや違う違う、おかしいおかしい、違う絶対違うと思う。1回目に入れてて2回目に入れてない人は絶対プテハシがインポスターで、それの相方でしかありえないから、プテハシがクルーで2回目も1回目も入れてるんだったらもう両方投じればいいし、だから2回目に保留してる人は多分相方かマットで内通できて、プテハシ人外しか多分成り立たないんじゃない。そもそも、まあ、最初に藤宮の白拾ってたからもうプテ7でもいいかなと思って1票目入れたのと、2回目でプテさんがエレキの構造を一緒に見に来ていた人物なのであればお土産しないは分かるけど、見に来たのって多分プテさん含まれてなかったから、なんか 4,5 人いたけどエレキに、うん、いなかったから、ね、プテクルーだったら埋めたかば、うん、白やね、確かにシンプルにお土産をしない投票すればいい、うん、してないっていうところは評価するべきだと思うけどね、うん、俺は。だからプテが人外の時に相方人外がスキップになってると思うよ、その場合。だから、正直プテナナ一緒ぐらいなんだけどな、個人的には。藤宮が白い、他2人一緒ぐらい。俺正直3人一緒今は。あ、そうなんだ。参考にしたいと思います。まあまあまあ、せっかくなんでね、せっかくなんで参考にしようかな。これでプテさんインポスターだったら悔しいな、ちょっとな。いや悔しい、わかる。だけちょっとめちゃ悔しい、流されたからな。無駄な犠牲を出してしまうからな。いや、もうプテちゃん狂うでしょう。っていうか、7個引きすぎじゃね ?3 連続インポスター引いてない？取れ高祭りやん。あんま、もう明日の動画上げてはらへんけど。
上げてんのかな、なんか俺のおすすめに上がってこないんだっけかな、なんかあのビワチャップの動画が結構上がってくるから、よいしょよいしょよいしょ、お手で鳴った、あ、うん、おい、死の香りがしました。どこ？アーカイブの本の下で、停電なる直前に僕がアーカイブの、アーカイブ降りてメインに行くときにアルマくんがシャワーの奥から出てきて上に上がっていって、うん、で、メインの除染を浴びてる間ずっと停電で、なんかアルマくんそっち行ったから停電直すかなと思ったけど一向に直んないから死の香りがして戻ったらタオルタスクにいるゲンさん、そしてその上の本の下にアルマくんの下に、はい、なんとナナコさん白です。ナナコさんとオニキを左に置いてきてる印象かな俺は。プテは白です、この、あ、分かんない、白じゃないかも、まあ、そっちは届かないと思います。プテは、うん、まあ、途中も見てますね一応タキオさんと僕で。ゲンが覚え芸を入力するときにアルマさんは左に流れたのが見えてます、うん、でタオル拾い切ってタオル入れてる途中に今これが起きてますので、どこにしたいで、アーカイブだよね、そう、本当に私のちょっと上にあるんですよね。ゲンさんメインから入ったのかな、そしたらメインからです、はい、ああ、ね、エレキメイン、これ高田さんは、俺が今シャワーの奥の覚え芸にいて、かつエレキでゲンさんが階段上がっていくのを見て、その後勝ちたす、うん、じゃない、俺ガチャガチャだ、ガチャガチャ3つ残ってとか3つガチャガチャガチャって下げて、メインホールタスクなくてシャワーの下側のタオルだけ拾って奥のカンカンやって覚え芸のとこ行ったんだけど、アルマも梅剣もゲンさんもそれ、まあ、停電だったからって言われたら、うん、あれだけどあってはないって感じ。一応僕はミーティングで浮いています、金庫でプテにあったぐらい、うん、まあ、私して梅剣さんのセルフは絶対ないです。これ俺は竹目線メイヤさんとかってどうなん、あ、でき、全然浮いてるからできると思うよ。俺はその展望デッキでアップロードをした後に配線終わってセキュリティルーム行って席のテープタスクやった後にそこら辺で停電になり、最後にエレキ登ってメインホールのゴミ抜きタスクをやって終わりぐらい。あ、すれ違ってないんで全然ある、うん、てか初動でプテじゃねえ、七子さんとオニキと左側で会った以外は俺死人はない。あ、9人でロラするならアルマ君も藤宮が一番評価できるって言ってたからそこ評価してプテ7もロラスで始めるか。あ、ちなみに七子さん今勝ち合った、これ勝ち合ってる、ガチガチに勝ち合ってます。左3つ初手切るとは違いそうだけど俺死んでもまあそれが一番助かるかな感じ。アルマ君が死ぬならってのあるけど梅剣のな、それ正しいのかレポート一応本当に、いや、もう出してん絶対間違ってる。まあ別梅剣も私の近くでレポートしてるんで結構怖いけど、まあまあまあいいですよ。あ、コローラーの流れだったんですね、まあ、さっきのあれを評価して僕は七子さんに入れました。僕も七子さんに。でもこのキル絶対無理ね、七子さんは展望的に、うん、それは分かった上でね、うん、初手キルでだん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 七子さんへとだん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 みんな近づいている。プテさんでもボタン押すたびに言ってることめっちゃ白いなって思っちゃったんだけど、すげえ迷惑に殺そうとするけど耐えてるなと思って見てた。ちょ、答え見ちゃおう。あれ見れるんだっけ、あのなんかネビュラの設定で死後役職開示音みたいなので、うん、ああなるほど、なんかタスク終わってから頑張って。おお、あ、まあ高田さんとメイヤさんは陣外確定、昇降機右、うん、おえあえ、うん、なるほど。じゃあ藤宮陣外なんか、メイヤさんはリポートしなかったけど僕はしなかったんでメイヤマット高田インポスターかな。あ、じゃあ俺は右を今直してて入力中になってると思う。藤宮に言っとくとまあ多分負けだろうけど7個インポスターメイヤマットミートだこれ多分。あ、一応高田さんは来るあります。おう、多分右下確認してないってことですよね高田さん。いや俺はね奈良子の動きが変だったのと麺屋弁当から出てきたっぽいなと思って俺は速攻。いやまあまあいい俺いいよでも奈良子インポスターでいい。高田さんはね陣外確定じゃない。あ、で高田さん右が直ってない状況で、まあ、いい、じゃあ麺屋にとか麺屋がクルーだった場合奈良子と俺が昇降機右に入りました、はい、俺がヌーンで渡りました奈良子が昇降機右を俺左入力中から1回解除されてるから、うんうん、その瞬間にオラフ君が死んでて7個昇降機右に置いてるからほぼ7個はインポスターでよくて、うんうん、あまあいいやどうぞ。はいって感じです。なので名屋がクルーメイトだったら7個に投票してくださいって感じだけ言っときます。
あの、まあ、今日は七子さんとの対抗で、うん、対抗になるの、あ、まあ、うんと了解です。フテさんってミーティング最後、うん、ミーティング、あ、ボタン押してるけど登っちゃった。じゃあ多分ね、富士見は切らんと思うけどね。いや多分富士見普通に、あ、これそもそも俺がリアクター右に全くいないので、あの普通になった状態から、あの初めバイタルで沸いて、そのままエレクトリカルメインホール入って、メインホールの除染室やっていて、でなってる状態から、あの左側向かおうと思って、今メインホールなの左のところなのね。七子さん貨物に行きましたよね、最初バイタル僕と一緒の場合。ん、貨物絶対行ってない。いや貨物から僕が行ったら七子さん、あれ、あ、ごめん、絶対に行ってない。いや七子はね、メインシャワーから来てると思う。あのシャワーからずっと俺をつけてきてたから、はい、ずっと一緒。その主張が俺時点で全然違うんで、俺視点ケイシが対抗先でいいんだけど、なんかその明夜くん、ミヤちゃん、ケイシはその情報が全くよく分かってないんで、ケイシがバッドミートだったら、ケイシつったら負けになるよね、この場面っていうふうにちょっと思ってますが、俺は対抗先をケイシにするしかないのかな、これは。まあ、僕はそのリフ右が直ってない状態で高田さんが右から左に来たんで、高田さん陣外かなって思っちゃったんですけど、藤宮さんどこに入れる？七子さんに入れる。僕も七子さんに入れる。あー、これ多分みんな全視点で陣外の迷惑入れるべきだったと思う。いや、俺は七子さんに入れる。皆さんマットの可能性が。いや、俺全然マットじゃないんだよ。まあ明夜はね普通来る、ありえる。七子はね切った後弁当で逃げてる。明夜さんはねリポートしてないですよね。あ、リポートしてないんだよ俺右。おどうなってんだ富士宮視点は宮さん核人がやるなあ。うんうんうん、まあ無理だな、ヒットポイント低かったな。今日引きますね、もっと分けてください、僕らに。いや、もうしんどい、もっと分けて。よし、また打てんかった本当に。ふい、ナイナイス。明夜がマットメイトだった場合、梅剣、高田剣、プテハシ多分白だと思うよ。明夜ってさ、議論で、まずプテを釣ろうとしたのと、投票した側、え、そうだよね、スキップした側に向けてる、ね、そう、スキップした側にあれ向けてる人物だから。え、高田さんに聞きたいですけど、右側って入力中になってましたよね。入力からオラフ君が死んだ感じで切れ、一回切れて、その後もう一回入力中だから変です。普通に入力中、切れる、入力中になってるのでおかしい。だから死んで、オラフ君が入力してる時に死んで、明夜がその後入力してる形になってるから、レポートは絶対するし、するしてる。これレポートはどこでレポートなの？昇降機能はしご下。あ、じゃあ俺マジで見えてないわ。ね、それだったら、まあ、一応カメラでオラフ君がアーカイブから昇降機右に行くのを見て7秒経ってレポートだったんだけど、うんうん、そっから時間でいったら直して触って切るだから、そうだね、3秒ぐらいは死体そこにありそうだね。あ、じゃあ僕マット消していいんで、もう進めてください話議論を。まあ明夜さんつったら、まあ竹銀かな。いや俺を釣る必要ないんじゃない、だって七子さんインポスターっつってたら俺は富士宮を切ればいい話でしょ。まあそうそう、明夜さん、あ、僕を切らなかったところだ、そうそう、マットかなと思ったんだけど、にしろマットだった場合でもつって道連れ見る方が楽だと思うから、うん、容疑者位置減ったらそれはそれで楽だし、まあ普通に2キル目も関われる位置だし、減算視点で梅健さんのセルフが絶対ないよね、確かね、2キル目ですよね、ない、ない、うん、ただオニキもなんかオラフ君から左で見てるみたいなことは言われてた気はするが、竹雄さんはあのターン無理だと思うんだろう。2キル目、あれって竹雄さんってどっち行ったんですか。宿舎降りててさ、エンジン左に僕が行った時にさ、オラフ・タケオの順ですれ違って、ああ、はいはいはい、あれって宿舎側に行ったんでしたっけ。オラフ君と僕とプテさんがすれ違った時のやつね。そう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 、あれはちょっと僕引き返したのよ、プテさんがミーティングを、いやでもボタン押してたなと思ったから銀行に向かいました。でオラフ君は宿舎まで行って下に降りてった。確かにさっき七子さん投票してるんですよね、うん、そうそうそう、ってことを考えると原さんが一番素直かなとは。なんか死体地近くにいるからインポスターっぽくないなと思ったんだけど、はい、234ぐらい、233ぐらいの時の七子さんペってか、うんうん、誰僕と鬼力とペか、まあ、俺マットじゃないんで2キロ来たら負けです。ほう、マットでーす。苦しかったね七子さん、そっち切っちゃったか、苦しかったね。ちょうど来ましたね。まあでも奈良子さん、オラフ君切ったら
高田さんして七子さん書くんだりません、あれ。まあそうね、とにかくスピーディーにポンポン切るしかないなっていう左側でゲンさんが切ってくれてる祈り。はい、待ってた。まあまあ、うん、伊達さん連れてったのが、そう、なんか状況的には高田さんも一応ありえますよね。うん、キルは可能1だったよね。2キル目、2キル目って竹雄さんが小田君から勝利でしたっけ。まあ、だし、まあ、でもさっき左で見てて厳しいみたいなこと言ってたから、高田さんができないって言ったもんな。で、私視点向けさんのセルフないんで、うん、高田源かな。うん、地面さん大丈夫なんですよね。知らない、まあ、僕は2キル目に関しては浮いてます。うん、まあでもね、まあ、ただ七子さんを知ったのが実質藤宮さんみたいなもんか、さっきの、うん、リアクターのね時の動きがね、陣外には思えない。七子倒してるのはむしろ俺だよ多分。うん、まあ、うん、あのターンは何をやっても多分七子さんは釣られるとは思ってますけど、まあまあそう、高田さんも、まあ、プテハシ投票してないとかもあるから、でクルーで送るならやっぱ梅剣高田はクルーかなとはなっちゃうね。シンプルに2キル目の話もう一回していいですか。私が、覚えゲーの入力を行くタイミングでアルマさんが左に流れてるんですね。でその回のタイミングで停電が始まったと記憶してて、でそこからタオル拾い切って私はタオルタスクを入れてるところで梅健さんが下から来てレポートって感じでした。なので私で梅健さん切ってる場合は事前にアーカイブで切った上でもう一回シャワー下から上がってきてレポートって感じになる。梅健さんは考えにくいってなると高田さんが残るっていうのが私の視点です。梅健さんに訴えかけたいのは、私がもしあそこでタオルタスクずっと入れてたら、私ずっとお肉の前でタスクしてることになるんで、隠れた方がよくねって感じかな。うん、僕は源さんに投票しました。まあそう、その論はあるんですけどね、源さんの言う。高田さんは疑ってなくて、源、うん、さんもね。ゲンさんってその被災地の近くに突っ立ってたっていうだけよね。でも消去法でプテハシクルーで送んなら梅健高田はまあ投票から弾いてよくて、お兄貴はプテハシから左で死にやる。ちなみにそうなんですよ、プテハシ1回も入れてないですけどね。ゲンさん突っ張んなければ藤宮ぐらいか、高田さんより。まあそうなるんじゃね。うん、そうなんだよな、ゲンさん釣って終わんない時が一番なんかめんどくさいなーって、まあ、終わってほしい、うん、なんかめんどくせえなーって、ちょっと藤宮を追わなきゃいけなくなるのがちょっとしんどいな。藤宮も印象はいいんだよな。ということはそういうこと、そういうことか。まあ基本終わりだとは思うけど、ぐし、うん、あれ、おお、なんか一緒に固まったから、どう固まってた、あ、やばい、あ、見えなかった、あ、あ、なんか新しいの、あ、リザルト、そう、リザルト、変論、マット、マット誰だったの、俺ですね、あ、目見せてる、てか連れてくれ、よし、じゃあ行きますかね、はい、はい、よろしくお願いします。